きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日は鯉のぼりのカップです。はい。はい。ということで、うん、今年は5位という結果になりましたけども、うん、はい、まあ、今年の収穫と来年への課題というところで、うん、まあ、一番の収穫は、はい、もう来年から坂倉がキャッチャー専念という、うん、いやこれはもうビッグニュースだね。はい、専念するんですね。絶対した方がいいよ、うん、サードなんかやってたって日の丸つけれないよ、うん、はい、もう村上と岡本いいんだから、うん、しかもベストナインとかも取れることないし、はい、どんなに頑張っても、うん、キャッチャーだったら、うん、もう今年の成績だってもしも1年間キャッチャーやってたら、うん、下手したらベストナイン取ってるよ。わあ、そうですね、うん、だからそれはもうビッグニュースだね、うんうん、あと外国人のサードも取るらしいしね、はい、でマクブルームいて、うん、まあいい形になるけども、うん、じゃあ今年なんで5位だったんですかって話よ、はい、なんでなんですかね。これはもうね、はい、明確な答えはね1個だけ。1個、はい、はい、何ですか。私なりにデータを見た結果、はい、打率はとってもいいんですよ、はい、打率はね2割5分7厘で、はい、セ・リーグ1位ですからね。1位なんですよ、はい、でやっぱりこうパッと見た時に防御率がワースト2、うん、なので、まあ、やっぱり、うん、あれ投手陣の方に問題があるんじゃないかという結論です、うん、はい、まあまあそうなんだけどね、はい、でも最大の模様はね本当一つだけなのよ。もう本当ピンポイントで、ピンポイントもうこれっていう、これ、うん、ちょっとあの先発それには載ってないです。これやっぱ載ってないですよね。はい、先発かもリリーフかもどあれなんかそういうのではなく全然違って、うん、でもクオリティスタート率とかなんか良さそうな気するんですよね。最大の要因は、はい、交流戦負けすぎです。ああそこなんですね。5勝13敗です。あ、借金8です。しかも今年のセリーグ、はい、ね、あの借金8です。あ、66勝74敗。本当だ。もう交流戦の負け分が全部乗っかってるんだよ、はい、ということは、うん、セリーグの中で戦った時、はい、勝率は5割なの。そうですね、うん、うん、だから全部交流戦の借金が乗っかってるんだよ、はい、だから交流戦さえちゃんと戦ってたら、うん、大丈夫だったね、うん、まあ、その要因の一つがコロナだね、はい、人がいなくなってね、うん、タイミングは。あとカープはやっぱりね毎年ね交流戦悪すぎる、うん、勝敗がね、うん、もうちょっとねパ・リーグのねスコアラー発見して勉強した方がいいんちゃうかって思うけども、うん、はい、だもうそんな毎年良くないですか。毎年良くないよ、はい、広島は、はい、一番ひょっとしたら良くないかもしれない。あの12球団の中で、あ、そうです、交流戦の勝率とかね、うん、あ、それぐらい悪いのよ、はい、だって2割7分8厘よ勝率、うん、チーム打率2割1分7厘交流戦、はい、最下位。チーム防御率唯一の 4.38、うん、最下位、はい、でエラー数10個、最下位が12個だから、でロッテと西武が並んでるけど、うん、ワースト3位みたいな、もうボロボロです。もうこれが最悪の最大の原因よ交流戦、ね、ちゃんと戦わないから。交流戦でちょっと踏ん張れなかったっていうところ、うん、だからもうちょっと交流戦本当ちゃんと、うんうん、まあ、ちゃんと戦ってんだろうけどね、はい、結果が出ないけど、みんな本気を出しますからね、うん、そこはやっぱりねちゃんとね結果出るように頑張った方が、はい、だから全体の成績見るとね、はい、5位なんみたいな感じなんだよ、はい、だからあのね袴田さん言ったように、うん、チーム打率もね、はい、あの2割5分7厘でセ・リーグ1位だし、うん、でチーム防御率が 3.54 と、まあ、こちらねワースト2位、はい、な感じだけども、別にすこぶる悪いかって言われると、はい、ね、先発の防御率も 3.66、うん、でこちらもワースト2位、はい、で防御でリリーフが 3.32、うん、でこちらが、ワースト2位という形で、うん、まあ、若干投手陣がね、うんうん、でもクオリティスタート率は 51.05 と、うん、セ・リーグ2位なんだよ。あ、なんかそう先発でもちょっとそう作ってる感じはあるんですよね、うん、で援護率も 4.12 でセ・リーグ1位、はい、すごい。だから援護点は取ってくれてるんだよ。4点であるんですね、うん、しっかりね、はい、だそういったところでは、うん、やっぱりもうちょっと先発がね、うん、ってことがリリーフも含めてピッチャー陣ね、うん、頑張んなきゃいけないかなっていうね、はい、ところもあるけども、うん、だって、まあ、個人名ね、はい、出して申し訳ないけども、うん、やっぱりね、はい、投手でいうと、はい、大瀬良が防御率 4.72、 8勝9敗、それは問題あるね。想定外でしたね。で昨年とタイトルホルダーの栗、うん、防御率 3.33 で6勝9敗、うん、ね、うんうん、で森下 3.17 10勝8敗貯金2のみ、はい、ね、トコダがね途中ね怪我してね、これ10勝でトコダ痛かったね。痛かった。だって防御率 2.84 ですよ、うん、で若手で伸びてこなきゃいけないピッチャーでね、うん、ルーキーの森、うん、そして
黒原ね、うん、こちらなかなかちょっと1軍の戦力になれなかったっていうところもあるしね、はい、若手の玉村、うん、3.92、2勝2敗、うん、なかなか伸び悩み、遠藤 3.59、4勝7敗、うん、いいピッチングはするけどもなかなか勝ち星がね、拾っていけない、はい、で外国人投手のターリー、フランスは、うん、コルニエル、ね、アンダーソンっていうところがねなかなか、まあ、うん、ターリーはね、まあ、なんとか45試合投げて 3.11 頑張ったかなっていうところもあるけども、はい、投手陣のね先発外国人選手がなかなかっていうね、うん、そうですね、うん、ところもあるし、先発で貯金作ったのがお、森下投手と床田投手のみなんですね、うん、2つずつ。やっぱりね、栗、大瀬良、この森下っていうところがもう確実に貯金をね、うん、最低でも3ずつ取ってもう3人で10個ぐらいね、そうですね、貯金を作るぐらいね、やっていかないと、うん、はい、っていうところはあるよね、うん、まあ、栗林はね、僕率1点台で31セーブとね、はい、あの守護神として、頑張ったけどもね、1.49、うん、うん、素晴らしいですね。であと矢崎ね、はい、今年頑張って47試合ね、うん、投げて2勝で防御率 1.82 とね、はい、素晴らしい活躍っていうね、うんうん、もう矢崎はもうね、もう甘くても強い球投げていくみたいなね、はい、感じで切り替えれたのが良かったって本人言ってるんだけどね、うん、すごいですね、うんうん、だからもうこの先発のね、うん、この柱たちの佐藤さん、矢崎らしい、矢崎だな、矢崎です、はい、加藤から矢崎です、はい、ね、うん、だからそう、まあ、ここら辺だね、そうですね、うん、やっぱ頑張んなきゃいけないのはね、うん、で、まあ、でも打線はね、はい、まあ、秋山が途中からね、あ、日本に帰ってきてカープ入ったけども、はい、うん、まあ、2割6分5厘はちょっと寂しいよね、はい、やっぱ期待感ある中で言うとね、うんうんうん、でもそうか、やっぱ広島のあれですね、ホームランを20本以上打ってる選手っていうのはいないんですね、うん、そうそうそう、やっぱね、鈴木誠也いなくなってから大砲系がね、うん、はい、で西川もね、途中だからやっぱりね、怪我とかね、うん、コロナの離脱はちょっと痛かった ね、うん、そうですね、全体的にね、それがちょっとチームの足かせにねなったかなっていうところは、まあ、でもどのチームも苦しみましたけどね、そう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 、うん、あるけどね、はい、だからまあ、だから投手陣ね、はい、で言うとやっぱ東京ガス大阪ガスから入ってきてるからね、そうですね、うん、増田と川野ね、川野投手、うん、だからそこら辺がうまくはまればね、はい、新人でカチッと面白いね投手になるかもしれない。1は高校生、あ、高校生か、うん、だからまあこれはね、はい、まあ、あの後々っていうところになると思うけども、うん、でそこであと外国人野手が来てね、はい、大砲系も来ればね、うん、だからまあ正直ね、はい、一言でまとめると、うん、そんないい成績もでもないけど、うん、そんな悪くもないみたいな感じなのよ、どっかに明確な、はい、チーム全体としての明確な穴があるかっていうと、うん、そんな特に穴もないけど、うん、際立っていいっていうところもないのよ、うん、で点の取り方もうまくできてないっていうところでね、はい、なかなか勝ち勝ちがつかなくて、うん、まあ、点取ったとしても先発が崩れちゃうみたいな、ね、はい、感じもあるし、まあ、でも監督は新井ちゃんに変わってね、そうですね、監督変わるからも、ね、言ってたよ、こうやって、はい、俺は好き嫌いとかで使わないからって言ってた、へえ、じゃあもう成績のみ、うん、いやもう技術のみ、俺はね、はい、人のことそんないろいろ言いたくないけども、はい、あの分かりきったことをあえて言うってことはよ、はい、2つの謎があるんだよここに、謎、うん、はい、1つ、うん、そういう人ってそれにこだわりがちなのよ、自分から言うからこだわってるからそうじゃないよって言っちゃうってことですか、うん、裏返しなのかっていうのと、はい、すごいポジティブに絶対新井ちゃんそんなことしないよな、うん、って思った時に見えてくるのが、うん、はい、あ、今までがそうだったんだっていう、あ、なるほど、そうかそうか、今までの今までがカップがね、とか、うん、新井ちゃんが選手の時とか、うん、今までのカープが好き嫌いで起用法をしちゃうっていうのがあったから、うん、俺はそうじゃないからねって言ったのか、あ、だって改めて言わないじゃん、もしそういう環境じゃなかったらよ、うん、はい、言わなくない、そうですね、でもそれってもしかしたらカープのことじゃなくて他球団を見ての可能性もなくはないじゃないですか、そんな他球団のことわざわざ言う、他球団、うちなんかこうだって選手たちはさ、はい、今までそんなことでなかったらさ、うん、あえてわざわざ、はい、俺は好き嫌いとかでやんないからなってそれまでも好き嫌いでやってないのに、うん、いきなり言われてもこいつ何言ってんやと思わない、確かにそうですね、うん、だからこの2個のどっちか分かんないよ、はい、なんかちょっと、ん、俺それ聞いた時にうんと思ったもんね、え、今までじゃあそうだったっていうことなのみたいな、うん、あえて言うんだみたいな、うん、そうですね、でも好き嫌いで使ってないとしてもですよ、でも人間だからなんか好き嫌いって絶対1ミリ2ミリ絶対入りますよね、
うん、俺はもう言うね、はい、俺は人によって使い方変えると、うん、能力が全く一緒なんだったらもう間違いなく俺は好きな方を使う、うん、好き嫌いで使われたくないんだったら圧倒的な結果を見せろ、うん、以上。はい、でもみんななんかそのどのチームもそうなんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、だからもう最初からもう言っといた方がいいのよ、うん、そうするって。はい、そしたら文句言われないの、うん、はい、だっていや好き嫌いに使うからって、だから使うっつってんじゃんって。うん、そうです。でも圧倒的な成績を残してるのにいきなり2軍とかに行くと、あ、好きじゃないんだなうんうん、って思いますけど、うん、そうじゃなかったらまあまあそれは同じぐらいの成績だったら好きな方を誰でも使うんじゃないかなとかね。そうそう、思いますよね。どんな組織でも、うん、結局そういうことって少なからずあるからね、うん、それはそうじゃないですか。なかったとしてもそう思われる、うん、嫌われてるからとか、うん、あいつ好かれてるから、うん、でそうじゃなくてもそう思われるじゃんね、うん、だからもう最初から言っとけばいいね、はい、好き嫌い使いますって言ってあえてねそしたら陰口叩かれないの、うん、そうですね、うん、好き嫌いで使ってるよって、いやいやらしいよだって言ってたじゃんみたいな、うん、だからもう能力が一緒の場合は好き嫌いで使いますって言えばいい、うんうんうん、そうこうなってて、うん、だら別に嫌いだろうと使いますよっていう、はい、うん、でもあの一言は、はい、んって俺は思ったね。うーん、じゃあまあでも来季のねカープどういう風に、ね、そうそう楽しみだね。監督が初めての俺同級生監督だからね。あ、同い年か。そうそう、新井ちゃん大学の時日米野球で一緒にアメリカ行ってるから、うん、だから非常に頑張ってもらいたいしね。はい、楽しみですね。でもそう、光はあるよ、はい、カープは、うん、正直だちょっとずつこう噛み合ったりベースアップしたら、そうそうそう、何かが、ね、極力悪いんだから、やっぱりまあこの森下栗を大瀬良のやっぱ復活はもうこれはもう大前提、はい、うん、でもここがうまく噛み合えば全然あるね、うん、正直ね、はい、うんうん、小園も育ってきてるしね、うん、非常に面白い存在だからね、はい、あとはまあもうちょっと真摯に野球に向き合った方がいい人がいるかもわかんないけども、まあ、いるかもしれないしいないかもしれない、うん、まあ、この一言だけはちょっと付け加えてね、いい素材だけに頑張れっていうことを言いたい、ね、誰のこと言ってるのかご想像にお任せ、そうそう、わかんないけども頑張れって、いい素材なんだから頑張れっていうことは ね、うん、はい、そうですね、言いたいけどね、いろいろあっても野球に結果出そうぜっていうことだけは言いたい、必ず忘れますからね、そうそうそう、頑張っていこうぜっていうね、はい、俺は応援してるぜみたいなね、うん、ところはあるけどもね、はい、でも全然可能性は全然あるね、うん、はい、何かが一日しか悪いわけじゃないからね、うん、噛み合えばね、はい、でもその3人はねマストです、はい、はい。